スタートいたしました。佐藤と女子 800m 競争の決勝です。さあ、先頭に出ましたのは大山さん、共栄学園軍団。その後に続きますのは福田さん、東京農大三高。大山さん、共栄学園を先頭に間もなく1周目。1分4秒。さあ、大山さん、そして予選トップの記録で通過した岩さんがその後に続きます。さあ、先頭争いは大山さん、共栄学園、岩さん、昭平高校、岩さんが一歩前に出ます。さあ、福田さんが東京農大三高の福田さんが前に出ました。一歩前に出ましたのが福田さん、東京農大三高。そして木下さん、昭平高校。先頭の福田さん、東京農大三高がフィニッシュをいたしました。エンゾーンでは南関東男子やり投げ決勝の競技が開始されました。